こんにちは、ゆるどもの佐藤です。今日はですね、こちらも非常に、お問い合わせが多いんですけれども、万年筆の地幅の選び方についてお話ししていきたいと思います。また今日も、こちらを使って書いていきたいと思います。地幅なんですけれども、まず国産と海外産では、地幅が違うんですけれども、ちょっと今日はそちらは置いといて、太さによって何が違うのかっていうのを話していきたいと思います。まず細いものと太いもの、細く出るもの、例えばこれ細いのがこういう感じだったとしたら、太いのは、当たり前なんですけど、こういうふうに太く出るっていうことですね。で、細いと何がいいかっていうと、細かい字が書ける。っていうのがあります。こっちは逆に太い字が書ける。当たり前なんですけど。で、書き味になるんですけども、太い字になりますと、インクが、の量が増えます。ですので、インク量が多い。少ない。っていうイメージです。ざっくりなんですけども。ですので、例えばなんですけど、インクの色を楽しみたいっていう方は、太い方がインクの濃淡がはっきり出ますのでおすすめです。インクを楽しむ。で、細い字になると、例えば水色のインクを使ったとすると、細い字で書いてしまうと紺みたいになっちゃうんですね。濃くなってしまう。細いのでそんなに差がわからないっていうことになりますので、インクを楽しむっていうことにはそんなに向いてません。ピンクと青の違いっていうのはもちろんわかるんですけれども、薄い色になればなるほど、濃くなってしまうので、ちょっと薄い色を楽しむには向いていないんですね。ですので、細かい字って細かい字を書くということで、手帳とか方眼ノートとか、こんな感じで細かい字を書く必要がある時っていうのは、細字の方が向いています。ちょっとここに中字で、よく万年筆字幅選び方とかって検索すると出てくるのが、太字はハガキの宛名に向いてますとかってあるんですけど、それはもちろん太字なので目立つのでそうなんですけれども、あんまり書いてないのがこのインクの濃淡が出るか出ないかっていうことですね。その辺を、考えた方がいいかなと思います。あと実用的っていうことであると、このあたりが実用になってくるかなって思います。太字ですとどうしても漢字が潰れます。小さい字を書いた時に漢字が潰れてしまうっていうことで、自然と大きい字を書く必要が出てくるんですね。ですので、お手紙とかにも向いているかなと思います。お手紙は自分で文字の大きさ選ぶことがね、自分で書くことができるので、お手紙などは向いているかなと思います。ですので、太いものは自分の時間とか、あと宛名ですね。宛名ですので、方眼ノートとか、お仕事のメモ書きとかは細い字の方がいいかなと。と思います。で、もし迷われたら中字ぐらいを選ぶといいかなという感じですね。あと、
スタブっていうのがあります。まあ、これも万年筆初心者の方はそんなに使われないんじゃないかなと思うんですけれど、横幅と縦幅が違うように出るっていうもんですね。スタブ。横幅はこうだけど、縦幅はこれぐらい太く出る。っていうことで、まあ、カリグラフィーっぽく書けたりとか、ちょっと、なんだろうな、インクを楽しみたいとか、ラメ入りインクを使うときとか、まあ、こういうスタブとかを使うと、非常に遊び心に溢れる字を書くことができます。まあ、万年筆が好きな方っていうのは、だんだんこっちに移行していくようなイメージがあります。まあ、何本かラインナップ自分で持っとくんだったら、スタブがあってもいいかなと思うんですけれど、急に一本目スタブっていう方はあんまりいないかなと思います。で、あとよく聞かれるのが、絵を描くときにはどんなものがいいですかと言われるんですけれど、もうこれは画風によりけりっていう風になってきますので、細かいものを描きたいときはやっぱり細い字ですし、まあ、迫力のある絵を描きたいとか、筆致がしっかりしてた方がいいっていう風だったらば、まあ、中字か太字かなと思います。それこそインクの濃淡がはっきりした絵を描くっていう風だったら太字の方がいいんじゃないかなと思います。で、先ほど最初にちょっと触れたんですけども、海外産のものはもう本当にメーカーによって細字だけど、まあ、国産の M ぐらいとかっていうことが結構あるので、実は、まあ、舶来品は、国産の1個下を選ぶとかって書いてあるところもあるんですけど、本当にメーカーごとに違うので、そこはちょっと注意した方がいいかなと思います。まあ、もし初心者の方でしたら、この辺りを選ばれるといいんじゃないかなと思います。はい、今日はこんな感じで簡単に字幅の選び方についてお伝えしてきました。もしこんなこと知りたいよっていう方があれば、ぜひLINE とかでメッセージいただけるとお答えできるかなと思いますので、ぜひ見てみてください。はい、この動画役に立ったなと思われた方、ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。